中華街、神戸の中華街でした。南京町すごい、なんか年末の気分になりました。赤ですね、春だと見て、そういう中国のドラマで出た人物のあれなんだよ。名前を。すごい。じゃあ何食べようか。これは全然美味しい。一番人気は先行こうだったじゃあいろいろ美味しいもの食べていきましょう。私も無理。お腹空いてる。前めっちゃ。そこ行こうか。四川。四川かな。小山田席あります。小山席。はい。三階の席になります。はい、三階どうぞ。三階。はい。三階まで。どうも。発車だだ。ミシンも携帯だけ。注文するね。すみません。あ、おまんけん。あ、等一下。我放点榨菜炒饭。榨菜炒饭。然后再要一个辣子鸡。辣子鸡。之后其他我们再看。好的。辣子鸡一个，榨菜炒饭一个。嗯，对。对餐具可以给我们拿两份，好的。このお茶ね、日本のジャスミンティーでほとんどあのコンビニとかそこで買うよね。これ見て、そのお茶の日本語なんと言えばいいのわかんないんだけど、多分中に入ってると思う。茉莉花茶，嗯，有牛，茉莉花，よろしくお願いします。にぎやかだな。中国のあれね、春節、市場とか。こんな景色多いんですよ。みんなご飯の準備で忙しそうなんです。でもここはほとんど出来上がってるようなので、まあ、見れば見るほど中国に帰りたくなった。まあ、寝てます。
萨罗马，萨罗马，萨罗马的马的。这个没有吧？嗯。给他我辣椒。哦。哎呀。榨菜炒饭，那得榨菜炒饭，他那个还顶呢。榨菜炒饭，榨菜炒饭，榨菜多少了？なんだ難しいな。説明難しいな。あの野菜が特別に保存して。まあ時間結構必要なんだけど、そういう風に出来上がった野菜の種類もいろいろあって、地域と季節によって違います。こんな感じかな。 今のはこのどの野菜がよくわかんないんだけど、これが野菜です。うんっていう感じ。難しい。じゃあいただきます。食べてみます。うん、美味しい。ちょっと辛いかもしれない。美味しい。これとチャーハン最初は言います。うん、めっちゃ美味しい。これと551の肉まんどれが美味しいか食べてみよう。うん、美味しい。うん、同じぐらいのうまさでしょ。中国の生命節で食べる食べ物、ゾン、いろいろな味付けできる甘い、甘い気もいける。今は肉系、塩系だね。あとピーナッツとか、ピーナッツ、うん、とかも入れられるし、もちもちな感じ。これの材料、後ろのものは植物から取ったものです。そういう粽叶、それの匂いが残っています。同じ作り方があるものは、うちの地元雲南省出身のタイ族作ったご飯、竹の木がの道具を使って作ったライス、美味しい。懐かしいな、今食べたら。今度本場の味食べに行こうよ。中華街でした。でした。すごいパンダがコーラを飲みながら幸せに寝ています。いいな、でも。
中国の春節みたいな。